京都製薬公式 YouTuber のレバセイココロです。弟のオトです。今日やる企画は即興アフレコチャレンジ、ロート CM 完全再現できるまで帰れませんです。おお。ちょっと考えてみてほしいんだけど、はい、今までチャンネルの中で商品 CM を勝手に考えてみた的な企画はやってきたでしょ。やったね。だけど正式なオファーを一回ももらったことがないんだよ。ないね。それはなぜだと思う。なぜ、うん、熱意が伝わってないからだよ。じゃあ熱意が伝わってないからなの。あーなるほど。え、そう？そうなの。そういうことなの？まあそういうわけでね、私たちの熱意を伝えるために生み出されたのがこの企画なんです。なるほど。具体的なルールなんだけど、はい、これからロート製薬のある CM が流れます。はい、そこでまあ2人でね、その CM を見て当てれこをしていくという流れです。はいはいはい。まあその中で本家 CM と同じセリフ、ナレーションを当てれこできれば成功。成功するまでこの企画は終われませんというルールです。むずい。いや、んっていうか姉ちゃんそれ有利じゃん。いや有利とかじゃないの。一緒にね協力してやる企画だから、協力しないと終われない企画だから。わかった。はい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 、はい、というわけで難しいね早速やってみましょう。おい、それじゃあね、まず最初は一回見ましょうその CM を。ない。はい、じゃあ行きましょう。どうぞ。はぁ、これか。はいはいはい、なるほどね。いやまあまあまあ、見たことあるし雰囲気もわかるんだよ。まあ見たことは確かにあるけど、うん、難しいじゃあとりあえず、まあ、でもやるしかないもんね、うん、そうだね。まあまあまあ、まあ、帰りたいしね。合わせていこう。じゃあね、じゃあやっていきましょう。かゆい。カサカサする。うん、この豚かゆみ肌癒される。これこれ。いやちょっと待って、ちょっと待って。メンソレータムボタニカル。おい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 、あなたが女性ですか。ええ、何、めっちゃノリノリでめっちゃ女性やられてたけど。いやだってアテレコでしょ。てっきりなれ、あのなんか豚さんとナレーションやるんかなと思って。いや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 、これでしょ。いやこれでしょって。いや、私、え、むしろ俺じゃないの今の。うん、違うかった。私の流れ、頭の中では。そうなの。そう、ごめんごめん、びっくりした。頭から声入るからめっちゃびっくりした。そうなの。うん、ちょっともう一回行こうか。私女性やる。あ、そう。うん、あ、まあいいよ、じゃあ次は譲ってあげるよ。うん、はい、じゃあ行きましょう。あー、まだかゆいよ。かゆい、うん、もういい加減、いい加減なんとかしよう。また豚。かゆみ肌癒される。あー、これ、あー、すっきり。わからん。ちょっと待って、これ誰が喋って何を喋ってどうなってるの。あー、ごめん、またやっちゃったわ。そうだよ。いや私もうついついついかゆいから入ると思ったらなんか横から聞こえるからさ。いやていうかさ、むずすぎるよ。いや、むずくすぎるね。音なしは無理だよ。そうだね、徐々にヒントを出していこうと思います。あ、あるのね。そう、さすがにちょっと難しすぎる。これじゃあ一生合わないし、まあまあまあ、一生終われないので、はい、これから一部音声ありにした VTR を用意してるので、それを流していこうと思います。はい、どうぞ。かさかゆー。そのかゆみには。あ、なるほど、一部か。そっかそっか。あー、うん、ふん。ボタニカルー。なんて最後なんて。これでもう役割はっきりしたんじゃない。ね、もう分かったでしょ。最初、最初がかさかゆい、うん、かさかゆでしょ。俺が、いや俺が、分かった分かった。もうじゃあそこまでやりたいならお姉ちゃん譲ってあげるよ。本当に。いや分かった分かった、まあ、とりあえずじゃあ、うん、じゃあいいよ。じゃあ本当に次姉ちゃん、じゃあやって。最初最初入って姉ちゃんから。あ、女性。うん、分かった。じゃあなんか豚みたいなのやるね、うん、いやでもこれむずいぞ。やっていきますか。やってみましょうか。かさかゆい。そのかゆみにはメンソレータム、ボタニカル、3つのかゆみ成分でなんとかなる。癒される。ボタニカル。これなかなか合ってんじゃない。3つのかゆみ成分でなんとかなる。あれ、これちょっと合ってんじゃん。あ、無理。今のは絶対違うよ。あれ、そっ
ちょっとまだもう徐々にヒント出していこうと思うので次のヒントを見てみよう。オッケーオッケー。もう次ヒント出たらもうわかんじゃない？まあまあまあそうだよ。ということで見ましょう。どうぞ。はい。かさかゆー。そのかゆみには植物アロマオイル配合、かゆみ肌がしっとり癒されます。え？かさかゆ静まるボタニカル。ほとんど豚もう喋ったぞ。豚しか喋ってないね。あれ私喋ってんのかな。どうなんだろう。もう一回見てみる。なるほどね。もうなんかほぼほぼ答えみたいな感じでは あるけども、まあもう一回やってみる。とりあえずもう一回じゃあとりあえずやってみる。このそうだね、今のこの感じで。うん、やってみよう。かさかゆー。そのかゆみには、え、植物アロマオイル配合、あ、癒される。え、ボタニカル。ロート、ふざけてるでしょ。合わせるけど後半覚えてなかった。うん、わかる。でもわかる。でも私大体合ってんじゃない。じゃあもう女性、女性もあんだけ、ね、あんだけっぽいよね。嘘。え、そうじゃない。ほぼ豚じゃん。はい、というわけでね、ここからまた改めてヒント全部見て私たちの力を見せつけて再現していこう。任しといてよ。このね、出来次第で、この熱意次第ではもうね、CM に出れるかもしれないんだよ、ロード製薬の。いや、ちょっとやるよ。それを、出演を目指して頑張っていくぞ。やってやんよ。かさかゆー。そのかゆみにはメンソレータム AD ボタニカル。ボタ、植物アロマオイル配合、かゆみ肌がしっとり癒されます。かさかゆ静まるボタニカル。ロート。なるほどね。一応配役としては私女性でいいんだよね。え、いいの？むしろ俺が豚やっちゃって。お、いいよ。いいの？もう豚似合うと思う。結構豚の多いぞ。よし、じゃあやっていきましょう。再現レッツゴー。はい。かさかゆー。そのかゆみにはメンソレータム AD ブタニカル。あ、いや、植物アロマオイル配合、かゆみ肌がしっとり癒されます。かさかゆ静まるボタニカル。ロート、タイミングが難しい。あ、でも面白い。結構早い。早いね。あれから私たちは激しい練習を重ねた。雨にも負けず風にも負けず、 CM を完璧にアフレコするために。そしてついに、かさかゆー。そのかゆみにはメンソレータム AD ブタニカル。ブタ、植物アロマオイル配合、かゆみ肌がしっとり癒されます。はぁ、かさかゆ静まるボタニカル。ロート、これうまくいったんじゃない。きた、きたんじゃない。これはどうですか、ロード製薬社員さん。あんたも社員だろうが。CM 担当の社員さん、どうですか。どうですか、これ。いや、これはさ、熱意伝わったと思う、私は。うん、最後のやつはもうね、うまかったんじゃない。うまかった、再現できてたと思います。もしかしたらもう皆さんの地上波で私たちが出ているかもしれない、 CM に。まあそれはもう夢だよね。まあでも、もし出れなくても私たちメインで CM 作れるように頑張ろう、本当に。ちょっとね、勝手に CM 作ってみたとかじゃなくてね、うん、そう、 CM 作って、それもやっていきたいけど。いや、勝手に CM 作ってロートに送りつけよう。 CM の人たちに送りつけよう。いや、それ許可大丈夫かな。大丈夫、社員だから、公式だから。ほら、あ、でもいつかね、出たいね。出れる出れる、大丈夫。ということで今日は、え、ということで今日もおつねば。終わった、おつねば。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。